桂良領の戦いは、生が趙を救うため、義を攻撃した戦い。過去義九蝶はこの戦に由来する。周の剣王十五年、義は、趙の国との簡単城を攻めた。翌紀元前三百五十三年、趙は同盟国の際に救いを求めた。生の伊王は、多と孫貧に軍を引きさせて、救援に向かわせた。孫貧は、義の精鋭部隊は趙を攻めていて、 国内には弱小老兵が残っているだけと気づき、義の国との大張りを攻めた。奉劇は、簡単の包囲を解き、西軍と桂ツ領で対戦して大敗し、奉劇を捕虜とした。その後、義と藩は命を結び、西を攻めた。外旗の介入の下で、義と西は和訳して、孫貧は奉劇を釈放した。義は、 戦国時代初期に文法の改革により強大な国力を得た。そのため他の諸公国から警戒された。紀元前356年、朝の成功と蔡の異王、宋の観光は平ら陸で面会し、縁の文法も交えて、あで改明した。その結果、儀は諸国が連合して進行される可能性が出てきた。この危機を逃れるための機会を探った。 紀元前354年、蝶は守に侵攻して、漆と富岡を取った。守は、儀の保護国であるため、儀は、蝶の侵攻を防ぐため、宋と連合して、守を援助して、攻勢に出た。儀、守、宋の三国連合軍は、蝶の国との簡単に侵攻した。蝶は門を閉門して防守し、生に救いを求める、捨て者を送った。同盟軍は簡単を包囲し、 一気に蝶を滅ぼそうとした。そのため自国の守りが手薄となった。旗は義軍の主力の不在を目につけて、火星の少量の地を奪取した。義はこの戦争で自国に侵攻される可能性がさらに大きくなった。伊王は蝶の危機を知り、救援のために出兵しようとした。しかし、将軍の段官友は遅れて出兵して義軍が疲弊した時を狙う戦略を提案した。 その戦略は、すぐに少ない兵力で南に向かい、上寮を攻撃して、義の国力を疲弊させ、義が簡単を落として、義と蝶が再び戦うことができない時に、正面から攻撃することであった。伊王は、提案を採用し、蝶と義の両軍が一年以上膠着状態となり、簡単城が落ちた時のみ、多岐を総大将、孫貧を軍師とした、再軍主力を率いて、 長を支援することはじめ,めに多は簡単で義軍の主力と決戦して簡単な包囲を解く作戦を提案した。しかし、孫貧はなとした。絡んだ紐を解くときはむやみに引っ張るものではなく、喧嘩を止めさせるときは殴り合いに加わらないものですと言った。そして斬新で実行可能な方法、飛行月挙と失踪大張りを提案した。飛行月挙とは幼少をつき、 今日ついて、形勢を崩すことである。失踪大張りとは、甚大の速さで、義の国との大張りを攻めて、義の兵糧の輸送を止める。そうすると義軍は必ず自軍を救うため、おのずと簡単の包囲を解くはずである。そして西軍は、義軍の疲労を利用して、義軍を一気に破るということである。孫貧の飛行月居の策に滝は敗復し、採用した。 西軍主力を大張りに向かわせた。この重要な瞬間に、簡単城は落とされたが、義軍の少数の兵力を簡単に置いて、宝剣は主力を率いて、大張りに向かった。しかし同時に、西軍は、桂良領に潜伏し、義軍の追撃の準備をした。義軍は、長期の国外の戦闘により、疲弊があらわになっていた。加えて、長距離で急速な行軍により、士気は下がった。 西軍と義軍は一戦を交えたが、義軍は大敗し、総大将方建は、生け取りとなった。結果的に義軍の包囲は解けた。飛行月巨は、勝良領の戦いで実際に運用され、後世では、過去域九長と呼ばれる策略となった。しかし、紀元前352年、義は、藩と名を結び、正の上領城を包囲し、西軍は大敗した。 生の意王はワイにより朝廷を依頼した。旗は、カツラ領の戦いの際に、義を攻めていて、生とは僕しなければならなくなった。結果、紀元前351年、義は簡単を朝に変換し、蔡と義の戦争は収束した。しかしこれは一時的に過ぎず、紀元前342年、馬領の戦いが勃発し、蔡は義に決定的な勝利をつかみ取り、義から生に、 はの地位が移った。ありがとうございます。